猪原快彦さん47がナレーションを務める映画「隅っこグらしツギハギ工場の不思議な子」を降板することが12日に映画の公式サイトで発表されました公式サイトによるとこのたび現ジャニーズ事務所10月17日付株式会社スマイルアップ、に名称変更の副社長および新たに設立されるエージェント会社の副社長に井ノ原さんが就任されることを受け 映スミっこ暮らし継ぎはぎ工場の不思議な子、制作委員会とジャニーズ事務所、双方協議の上、本シリーズのコンテンツ特性と現状を踏まえ、総合的に判断し、井ノ原さんによるナレーションを変更することになりました、としています。映画、スミっこ暮らしシリーズは今回が3作目で、井ノ原さんは1作目、2作目ともに本庄なみさんと2人でナレーションを担当していました。 映画は11月3日に公開を予定していて、今作では本庄さんが1人でナレーションを務めるということです。以下はネチズンのコメントをまとめたものです。そもそも、ジャニーズ事務所の意向で、会社が新しく生まれ変わりました、と思わせるイメージキャラクター役の表の経営者を演じさせて、どちらかといえば被害者側の立ち位置に近いのに、 マスコミ対応や謝罪などで矢面に立たされた上に批判にさらされて真珠を察しいたします実はそれを陰で操っているのがジュリー氏と未だに会見にも姿を見せない前副社長の2人の構図のように思えます特に一切説明責任を果たそうとしない前副社長の姿勢からもそれをうかがい知ることができると思います もう手遅れかもしれませんが事務所の再建には会社法などガバナンスやコンプライアンスを熟知した経験者が中心となって行うべきだと思います映画1作目2作目ともに井ノ原さんの優しいナレーションが好きだったので残念です副社長という役職に就きたかったのかつかされてしまったのかわからないですがこれで彼の演技や露出を見る機会が失われるのはとても悲しい 表現者として末長く残っていただきたいです外部の経営者に社長就任を依頼しても誰も引き受けてくれないそりゃそうだ誰もやりたくないだろうこんなポジションでも誰かがやらなかったら所属タレント特に自分が面倒を見てきたジュニアは特に路頭に迷うそれならば仕方ないと引き受けたら幹部人は雲隠れで割れ間せずでこのありさま彼も被害者 蚊の問題は解決に向かって欲しい気持ちは山々だけど、すみっこ映画のナレーションはイノッチと本庄さん2人のほんわかした雰囲気が良くて言葉を発しないキャラクターたちの世界観に深みを増していて、大人が泣ける映画として3作目もすごく楽しみにしてましたイノッチが最初の会見でおっしゃってたように、前社長に、なんてことしてくれたんだという気持ちが個人的に増しました。 隅っこファン目線では本当に残念でなりませんどうしてタレントを社長や副社長に据えたんでしょうね母親も共犯同然とはいえおじの犯罪の尻拭いをさせられるジュリー・藤島氏には少し同情する面もありますが同時に東山氏や井ノ原氏を矢面に立たせたことにはちょっと疑問を感じます 藤島氏も現在はジャニーズの維持は無理と諦めたようですがもう少し手前で崖っぷちでなくすでに崖の下に落ちてるのだと気づいていただければ東山氏や井ノ原氏を巻き込むこともなかったのかなと感じますね。